はい、皆さんこんにちは、イザノーナ TV のマティです。今回はですね、新たに即属性の海洋圏の悟空が、独環覚醒すると。でこちらの即属性は、ね、前のアカウント、今のサブアカウントでは、ね、持ってるんですけども、このアカウントでは、持ってないということ で、あとね、こちらの地属性のターレスをですね、狙っていきたいかなと。その他のピックアップキャラクターはみんな持ってるので、この2体もしくは持ってない SSR が出たらいいなと、いうふうに思います。左サタン、これは売民の可能性がかなりありますけれども、よし、まずは確定。あとはね、何が来てくれるかなんですけども、あの昇竜祭、これ2倍とはいえ来ないときは全く来ませんからね。本当に2倍なのかと疑いたくなるときがあるんですけども、2倍ってことは、10連で SSR は2体来てもおいいっていうことで、OK です。まずは海洋圏の悟空、これはもうね、あの前のアカウントで持ってて、でイラストが結構かっこいいので、ちょっとずっと欲しかったんですけどね、ようやく、こっちのアカウントにも来てくれました。もう1体ぐらい入っててもいいんですけども、これは持ってないですね。前のアカウントで持ってない。これ初ゲットですね。こちらも独環覚醒するということで。地属性のね、ターレスは出ませんでしたけれども、この即属性の海洋圏悟空が出てきてくれたので、まず OK と。でね、親子カメハメハのね、ご飯はね、ちょっと使い道がセルの超撃戦しかないんですけれども、独環覚醒もしますし、新規ゲットなので OK です。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。さよなら。